はい、こんにちは、坂です。今日も坂井チャンネルに遊びに来てくれた皆様、いつもありがとうございます。今日もね、共通テストの数学 1A の第3問、確率の部分をやっていきたいと思います。どうだい、やってみた？あ、やってない。ちなみに、やってない。まあ、やった方がきっとさらにね、あの後半この動画が面白くなると思うから、ぜひやってない。俺もやってみたんだけどさ、そんなに難しくなかったかなっていう感覚かな。まあ、確かにあの分数の計算はえぐいね。分数計算はえぐいけど、それ以外に関してはまあまあって感じかな。まあ、昨日のさ、あのこっちの方がよっぽど中で大変だったかなっていう気はする。こっちに関してはまあそこまで。まあ、とりあえずやってみましょうか。まずは確率ね。最初に A っていう箱と B っていう箱があって、まず当たりの確率は教えてくれてます。で、その状態でくじ1本引いて戻すのをね、3回繰り返すらしい。3回繰り返して、まずね、 A で3回中1回 A から考えましょう。3回中1回の確率を求めなさいなんだけど、まず俺がおすすめしてるんだね、組やってから並べ方、組やってから並べ方。はいはい。まあ、何って組って何って、まず一組考えようねってことね。まずさ、3回中1回当たりってことは、1回目当たり外れどっちする？当たりにしようよ。当たりにしたら2回目は？これは外れよ。おお、いいかな。2回目当たりだったらさ、3回中1回当たりじゃなくちゃうね。で、3回目外れじゃん。じゃあ確率考えるよ。 A で当たる確率は、 A で当たる確率2分の1だね。外れは2分の1だね。外れは2分の1で、これさ、何算で結んだらいいの？これ掛け算ね。連続する事象の時には掛け算で結びましょう。で、その後、組やったら並べ方。並べ方だよ、並べ方って何ってさ、並べ方さ、当たり外れ外れがあるのと、もう一個さ、外れ当たり外れ、があるじゃん。もう一個、外れ外れ当たり、があるよね。3個あるよね。だからこれの掛け分け、これを掛ける算ってしてあげれば楽じゃん。だから組やってから並べ方、 OK。 これ決めますよ。8分の3だね。これがまず1番です。じゃあ次ね、 B いくよ。 B 考えてあげて、同じように組やってから並べ方いくよ。同じように B ね。はい、はい、じゃあね、1回目ね、同様にいくよ。まず当たりからいくか、当たり外れ、外れでいきましょうか。同じようにね。そうすれば B が当たる確率何？3分の1だね。3分の1。外れの確率は？3分の2だね。3分の2。で、これは掛け算で結ぶんだね。連続事象は掛け算で結びましょう。組やったら並べ方。はい。じゃあ並べ方。今回並べ方は何通り？3通りあるよね。これで当たり外れ外れ。もう言わないよ。で、これさ、逆分できるね。ペンペンって逆分してあげて、9分目。半分も数えることができました。これで1番が終了です。次ね、2番いきましょう。2番、お話少し変わって、まず A か B の箱をどっちだか選ぶ作業から始まるし、どっちにしようかなって、 A かな、B かなって、まず選ぶ作業から始まって、残りは同じです。くじ引き1本引いて戻すのを3回やって、3回中1回当たったら変わらず、いいかな。で、ここで A が選ばれる事象を A、 分かりやすいね。A にしようと思う事象を A らしい。で、ね、B が選ばれる事象を B とするらしい。で、3回中1回当たる事象、3回中1回当たる事象を草とするらしい。で、で、これ見て、A かつ草っていうのは、これ、ね、A が選ばれて、なおかつ3回中1回当たる。まさにさ、これじゃない？まさにこれなんだけど、これ2分の1って書いてあるのは、まず A か B2 つあるじゃん。そこからさ、だから2つのうちはね、選ぶから2分の1かける。これっていう感じね。同じように B かつ草。これやったらじゃん。これも同じね。B をまず選ぶ作業を入ったら2分の1をかけてねって言ってるのね。で、最後、草の確率。草の確率はこれね、3回中1回当たる事象が出てる。3回中1回当たる事象。3回中1回当たる事象っていうのは、これとこれを足し算したものだよって言ってるんだけど、どういうことかというと、今、箱っていうのは A か B しかないわけじゃん。A か B。で、3回中1回当たるってことは、まず A を選んでから3回中1回当たるか、B を選んでから3回中1回当たるしかないじゃん。C はないじゃん。A も B も選ばないっていう選択肢もないじゃん。もうそれはもうつまらんじゃん。やりません。選びません。うわい、じゃあ A か B はどっちか選ぶんだよ。だから、お足し出したら求められるよって言ったらね。で、最後ね、3回中1回当たった時出ました。はい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 、はい。時って言われたら何のシグナル？
割り間じゃねえ。ドキったら上限つかぶりじゃん。上限つかぶりいいかな、うん、これはもう条件付き確率のシグナルです、シグナル、うん、条件付き確率でどんなものかね、簡単に言うよ、時に注目します、時、うん、時に注目していて、時の前、はい、時の前、時の前と時の後ろに注目してあげるっていう感じ、いいかな、時の前と時の後ろで、条件付き確率ね、これなんで時の前の確率、A の確率、分の A たす B の確率です。いいかな、うん、時に注目してあげて、もういいよ、もういいや。の確率を求めればいいわ。いいかな、だったらね、これ求めていくよ。まずは、こっちからいこうか。P、草の A からいきましょうか。まずね、式書くよ。P、草 A になっているんだけど、これの条件付き確率の式っていうのが、まずはね、下っていうのが時の前だね。時の前。時の前ってのはこれね、3回中1回当たった。探して探して。ああ、これだ。3回中1回当たった事象を W とするから、それの確率ね。うん。P の W 分の。でいいかな。で、次ね、時の後ろだ。時の後ろ。時の後ろっていうのが、3回中1回当たって選んだ箱が A。つまりね、A と B が勝つんだよ。これだ。P の A 勝つ W。あ、もう臭いやめちゃった。W。で、いきましょう。かな。で、これはもう全部求まってるから、そのまま入れるだけね。まずこっち側。こっちっていうのが2分の1かける、I っていうのがこれだね。8分の3。うん。で、P のこれは W ね。P の W ってことでね。こっちとこっちの足し算みたいです。2分の1かける、8分の3。足す2分の1かける、9分の4。を足し算してですね。で、これ分母分子に何かを掛け算したら分数になるからね。何を掛けたらいい?289 でいいかな。289。289を掛け算してあげれば、289、289を掛け算してね。そうすればさ、上から見ようね。まず分子に残るのが 3×9 だね。うん、9。2と8がなくなるじゃない。で、こっち見るよ。ここね。ここだけ見て。ここだけ見たら、28がなくなって、9だけが残るね。こっちが、29がなくなって、4×8 だね。うん、8。あとはこれ計算してさ、3と21。21。しは32。つまり、59分の27。うん、で、求めることができるよね。同じようにいきますよ。次ね。P の WB。これも練習しよう。P の WB ってのは何っていうと、これっていうのも、時の前。時の前ってのが W だね。PW 分の、はい。PW 分の、次ね。これかつこれ。なんだけど今さ、これ B って書いてるじゃん。だからここはね、B に変わるだけね。3回中1回当たりで選んだ箱が B。つまり、これだね。つまりこれ。B かつ W。いいかな ?B かつ W。はい、いいかな。あとはこれ代入しましょうよ。下は同じだね。これね、2分の1だ。8分の3。足す、2分の1とけ。9分の4。で、P の B かつ W っていうのはこれだね。2分の1かけ。はい、9分の4。いいかな。で、これもさっきと同じようにね。分母と分子に何かけたらいい ?289 だね。289。289を拡散して。289、289。を拡散してあげればさ。はい、まずここからいこうか。ここに残るのが 3×9 だね。3×9 かつ、ここが4×8 だね。4×8。こちら。4×8 だ。はい。じゃあこれ計算しましょう。3×27。しは32、30。それをすると59分の30。つまりさ、これさ、4次小でもいけたんだね。いやー、これ4次小でもいけたんだね。たったってさ、で、足し算したらしいじゃん。まあ、後から気づくこともあるよね。最近気づいたらなおよし。いやな。じゃあここに行こう。あ、これね。今出したいです。今出したいこの2つ。この2つ。の、ほにゃららは。ほにゃららはこれだ。ほにゃららは。これのほにゃららは、1と2のほにゃららに等しい。1と2ってことだね。1と2。1と2のほにゃららに等しいって言ってんだけど、みたいなの分かんないじゃん。まず足し算からやってみるか。分かれよう。分かれね。は。かけないから分かれよう。は。分かれいきましょう。これとこれ足し算するよ。足し算ね。8分の3足す9分の4。通分するから、分母を8、9分のでいいかな。8かけ9分の。こっちが3×27 だね。こっちが32だね。つまりこれ72分の、59になるよね。じゃあこっち見ようか。こっち足し算したら1だよね。こっち足し算1じゃん。だから等しくないじゃん。ってことでダメね。ダメ。じゃあ次下見て。2乗の和。
結構大変だよ。じゃあこれは二乗してみてさ、これ二乗してはすんだるくない？だから俺はね、やらなかった、やらなかった。次ね、三乗の、いやこれもう論外じゃん、これは論外じゃん。ってことで、火を言われた、火やった。じゃあ次、火やるよ。ね、うん、じゃあこっちの火ね、うん、8分の3対9分の4。これってさ、火ってさ、掛け算したり割り算したりいいんだよね。だからさ、どっちにもさ、8×9、72を掛け算してあげれば、3×9 対4×8 になるよね。うん、なるよね。あとはさ、これ計算すれば、27対32になるよね。で、見て、こんなの火すぐ計算できない？これさ、59、59同じだから、59をさ、どっちにも掛け算してあげれば、うん、そのまますぐじゃん。すぐすぐ。すぐじゃん。ね、27対32。つまり、同じだよね。等しいじゃない。なので答えがね、3番っていうのが分かるっていうお話かな。うん、じゃあ次の問題いきましょう。はい、じゃあね、そのままね、括弧3番でご一緒か。まあ、括弧3番の問題で、こいつはね、C っていうのが新たに誕生しました。箱 C っていうのがあって、当たりの確率は4分の1です。まあ、この状態の時に、まずはね、A から C、A、B、C があって、そこからね、箱を1つチョイスするんだよね。うん。で、その後に、その選んだ箱で、くじ1本引いて戻すことを3回する。さっきと同じでね。うん。で、3回中1回当たることを考えて、で、この時、出ました。はい、この時。時って言われたら、条件付きのシグナルです。まあ、書いてくれればね、まあいいんだけどさ、まあ、書いてないんだけどね、選んだ箱が A である条件付き確率を求めなさいってことだから、まあ、とりあえず式にしようか。式、まあ、さっきとさ同じように書いてみると、こんな感じでいいかな。こんな感じで書いてみて、やるのはまず下に来るのが時の前だよね。時の前、ほんだい。で、これささっきさ W と言ってたから、そのまま W にしよう。W で、上に来るのがこれ、時の前と時の後ろの数、だよね。まあ、だからさ、これさ、まあ、W としてあげて、W と、まあ、A を選ぶだからさ、まあ、A にしてあげて、まあ、こんな感じよ。こんな感じ。だとこれ確率に直していくんだけど、まあ、さっきこれどうやってやったかなんで、ね、各自ね。各自まで、こうやってやったね、P の A かつ W っていうのは、2分の1かけ8分の3にしたのね。これっていうのは、この2分の1っていうのは、A と B の箱があるから、どっちかを選べたら2分の1って感じ。OK? で、W っていうのは A の箱に置いて、A の箱に置いて、3回中1回当たりの確率で8分の3だったね。組やって並べ方。のやつね、8分の3で出たわけ。だからこれも同じように考えれば、ここで、一回計算しましょう。A かつ W っていうのは、今まず A、B、C の箱が3つあるね。つまり何分の1？3分の1だ。3つは3分の1。3分の1かける、次はね、A の箱から3回中1回当たりの確率は、これだよね、同じだよね。それは同じだよね。A の箱をもう選んだ状態で、3回中1回当たりってのは8分の3じゃん。だからこれ8分の3になるわけやな。で、次いくよ。PW 行こう、PW。PW って一体何言って、戻りましょうね。カッコ1番でした PW ってのはこれなんだよ。見て。3回中1回当たりってことは、今、箱は A と B しかないよね。カッコ1番ね。箱は A か B しかないから、まずは箱 A を選んで。箱 A を選んで、3回中1回当たりっていうのと、箱 B を選んで、3回中1回当たり。これを足し算したら、3回中当たりの全てじゃないって言ってるわけ。いいかな。ってことは、今回ね、の3回中1回当たりっていうのは、まあ、まずこれあるよね、A を選んで3回中1回当たり、っていうのと、B を選んで、3回中1回当たりっていうのと、最後に C を選んでがあるよね。C を選んで、ね、3回中1回当たりっていうね、これ3つがあるよね。だからさ、ここっていうのはさ、もうさ出てるじゃん、これじゃん、これ3分の1かけ8分の3だね。で、こっちってのが3分の1かけ、B がね、B の箱で3回中1回目が9分の4だね。で、これちょっと計算しなきゃいけないね。3分の1かける C の箱で3回中1回目、これメモしようか。メモ、はい、メモ、メモ。C で、3回中1回当たり。これ計算しないじゃん。これ計算しない。いや、メモじゃなくていいね。メモじゃなくていい。普通に計算しよう。これ計算すると、やり方は、組やってから、並べから。いいかな。はい、まずは組からいきましょう。組ね、3回中1回当たりってことは、当たり、外れ、外れがあるよね。当たりの確率は4分の1ね。 C の箱で当たりの確率は4分の1、外れが
4分の3だね、4分の3かけ4分の3、はいかな。で、組にやったら並べ方、はいはいはい、並べ方は何通りありますか？3通りだね、3通り、はい、つまりね、64分の27だね、つまりここがさ、64分の27となるわけ。あとはね、こいつにぶっ込めば OK だね。あ、じゃあぶっ込みましょう。よって、当たりっていうのはもう計算済みだね。8分の3なんで
P の B かつ W は9分の4。うん、ねえ、いいじゃない。で、C かつ W は64分の27。うん、D っていうのは、俺が計算してる。もうやってきました。D っていうのはさ、まずさ、組やってるのか、組やってるのかね。組は当たり、外れ、外れ。うん、なるよね。で、当たりの確率は何ですか ?D は5分の1です。うん。で、外れってことは逆にね、5分の4、5分の4。掛け算して、並び方は3。あれよね、だからこれ計算したらさ、555で110。うん、で、443で 16×3 だから48だよね。うん。で、これさ、謎の4分の1書いてくれる。僕らはこれね、A、B、C、D あるから、A の箱を選ぶとしたら、何分の 1? 4分の1。あ、どういう風に書いてるわけ。あとは、だから、これを、この4つね、この4つの大小を比べるとさ、これをやればいいよね。で、あとは、これをやればいいよね。でもさ、今さ、4分の1って全部あるじゃん。だからもうこれ8分の3、9分の4、60分の27、125分の48の大小を比べなさいっていうね。まだこれだろ、小学生みたいなもんでしょね。でもここまでたどり着けますかって、僕は多分たどり着けません。僕はテスト中にはこれはたどり着けません。あ、いや、やって、勘でパッと割りして、まああったんだよ、朝、なんとなくね、ここら辺まで気づいて、なんとなく気づいて、やって、あったんだけど、まあこんな綺麗に考えられたら、ゆっくりちゃんとね、考えてるからね。じゃあ、行きますか。まず回答ね、この4つの数字を比べればいいから、まずざっくり、A は8分の3にしましょう。はい、B は9分の4としましょう。C を64分の27としましょうか。で、D をね、125分の48。あ、ちょっとここは俺がずるして計算しちゃったんだけどさ。じゃあこれ比べていくよ。で、これ、数分はね、大変だ。あ、だから、やりやすいところでやればいいんだよ。やりやすいところね。例えばさ、ここと、どこやりやすい?ここじゃん。うん、これやりやすいよね。うん。これ例えばさ、64分のこれは ?24 だよね、24。うん。でさ、こっち64分の27だよ。つまりさ、A と C だったらどっちが大きい?C だよね。うん。だから C の方が大きいですよってのが分かるよね。じゃあ次どこ行こうかな。ないよね、あんまね。ないから、例えば BC 行こうよ。BC ね。BC 行くとさ、これさ、上と下に64でいいかな。64。64かけたよね。こっちだったら上と下に9でいいかな。9。通分なんか、ただ通分。はい。これ下は同じから無視するよ。上だけ計算しましょう。4×64 が16256でいいかな。16256で、27×9か7×63、2×18。はい。ってことはね、ってことはどっちが大きい？ B と C。 B だね。うん、 B の方が大きいじゃない。いや、うん、これが分かるわけで、あとは今出た状況から一回整理してみると、よって今やってるのは一番大きいのどれ？ B だよね。うん、 B が一番大きいよね。で、次がC だよね。うん、 C。 で、次が A だね。 A が一番近い。これが分かるね。あとはこれ選択肢見てね、この3つ、これしかないです。うん、あとは78しかない。うん、78しかない。ってことは何比べりゃいい？うん、78これだね。うん、 A と D じゃん。あとは A と D、うん、仕方ねえからやってやるかって話になるわけ。 A と D ね。 A と D 仕方ねえからやるかって、じゃあ上と下何かけようかなってなった時にパッとね、ひらめいてほしい。あー、見て、キラ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 。ここさ、計算しやすくない？別にさ、分母を揃える必要はないね。分子を揃えたって別にいいよね。っていうことはね、これさ、上と下にさ、何かけたらいい？上と下に16だよね。これさ、16かけてみたらさ、こっちさ、うん、こうなるじゃん、こうなるじゃん。ってことはこのさ、上がさ、3×16 で48だね。ピッタンコだよ、これピッタンコ。ピッタンコね、ピッタンコじゃん。うん、ってことはこれ分母で分かるよね。8×16 だから6×48×8×2×128だね。じゃあこれどっち大きい？これも分かったらダメなんだよ。どっち大きい？ B だよね。いいの、これ D の方が、こっちの方が分母がさ、ちっちゃいから D の方が大きいね。はい、つまりね、これね、最後7番8番どっち選んだらいいの？8番だよね。回答だけ見て、回答だけ、何これみたいな。おー、そう簡単に見えるよね。だけどここなんだね。あー、そこまでのストーリーが大変だったよね。ね、条件付き確率のね、結構何回も式書いたから、もう結構条件付き確率の式についてはもう作れるようになったんじゃない？
作れるようになったと錯覚してんじゃない？腐らないですね。腐らないですね。まあ時の前、で考えてくれるのが俺はね、日本語としては見やすいかなと思うけど、まあこんなにも式変えたら、まあ、なんとなく覚えてしまったってないかな、条件作るんですね。まあそれでね、また次条件つけるって出た時に、よし、次こそはやってるぞみたいなね、ことで思ってくれたらいいかなと思います。でね、まあここまでと、しましょうか。またね、第4問は近々ね、配信しようと思いますので、まあそれもね、楽しみに待っててくれたらなと思います。まあとにかくね、ここまで長い時間つけてくださり、本当にありがとうございました。でね、また次の動画で会いましょう。お疲れ様でした。